バババマサラ。珍しいトラブルが起きたね。今カメラがついてなかったですね。カメラがついてなかった。はい、ということで毎週月曜7時からはズバババサラのお時間でございます。始まりました。はい、こんにちは。私プロレスラーの小高勇と、下村大輝で お届けします。お届けします、はい、お願いします。じゃあこれ行ってみる。これですか。うん、いつものやつ先にやろうか。じゃあやってみますね。ですね、うん、この部屋はもう一個の、もう一個のカメラをつけて珍しいですね。珍しいミスですね。そういう日なんですよね。そう、今日なんかそうなんだよね多分ね。じゃあ言いますね、はいはい。この部屋はこのトレイルフレッシュがあるため、うん、2人でいても、うん、マスクとかしないでも大丈夫だそうです。そう、まあね、検温とかね。そうですね、はい、もちろんしてアルコール消毒もしてますけどもね、はい、そのためこう仕切りとかなくても大丈夫ってこと。まあまあ同じ団体っていうのもあるけどね、まあ、さすがに違う団体とか、ね、はい、この後の8時じゃなくて9時からの富士の裏花っていうのがあるんだけど、はい、それにも私出るんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。千葉大会この間やった、はい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 、千葉のお店の人方々なので、見に来てくれて。あ、そうだったんですか。そうなんです、はい、それでまあお礼じゃないですけど、はいはい、なるほど、一緒に感想なんか聞きたいから。聞きたいですね、うん、それは。なので、はい、まあ、もしよければ9時からもぜひ見てください。ぜひお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、下村さん、いつものやつですね。はい、鳥越アズレフームはインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局はこっちやね、こっちは先だ。まあいいや。アズパンアットアズリインクドットコム、懸命に番組名を記入のメールをお願いいたします。会費1万円過去1年有効なのがこちらでございまして、はい、番組応援の会員募集中です。特典は生放送を見学できる、括弧抽選、応援する番組 MC とのイベント、生放送中のテレビ電話、括弧抽選となっております。でもね、はい、今そんな多くないけど、はい、何人かはいるらしい。いるというのは、その番組応援の会で、このズバババサラを応援してくれてる方はいるらしい。はいはいはい、だから今のうちがチャンスかもしれない。確かに抽選だとするなら。そうです、まだ少ないうちがチャンス。なんで急にピンポン鳴らした。そうですよってことですね。ありがとうございます。今日そういう日なんですね。今日そういう日だね。そういう日ですね。で、番組への質問はこちらまで、ツイッターで、はい、アズパン FM 分かりやすくしました。ということです。というわけで、FM よろしくお願いします。お願いします。はい。で、まあその番組スポンサー、番組応援の会か。番組応援の会の他にも番組スポンサーはこちらマレーズショップさんの、はい、和風小物、まあ、なんていうんですかね。これでも、うん、これ例えばこれ新作なんですけど、チケットケース。が5000円で、まあ、送料込み5500円でチケットをまとめている。でもお財布とかでも別に使える、ね、確かにそうですね、うん、でこっちとかアルコール今ね今さ、はい、アルコール消毒したいじゃない、はい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 、トイレ終わった時とか、はい、でもさ駅ってないよね。ないですね。駅はないじゃない。だから石鹸とかもないとこありますね。石鹸ないとこある。そうですよね。あとこれが全部、はい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 、UOO が全部確かに禁止になってるから、はい、まあ、そういうのにはね、こうアルコールの小物とかあるといいですけどね。アイコスケースとか私も使って、あ、数人にはいいやつですね。パスケースとかもこれさ、でも、はい、いやなんかちょっとした笑い話でもあるんだけど、はい、こないだニュースで、はい、この柄をね、はい、これ例えばさ、これあれなんだよ、鬼滅の刃じゃない、はい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 、うん、で煉獄さんと、はい、見てないんだっけ。見てはないんですよ。煉獄さんとね、胡蝶忍と富岡義勇っていう人がいるんだけど、はい、登場人物がその人たちの柄を商標登録したらしいの、
あー、なるほど、鬼滅が、はい、で試しに行って、はい、炭治郎主人公の、はい、炭治郎のやつも商標登録しようと思ったらしいんだけど、はい、いやこれただの市松模様だから、あ昔からずっとあるやつだから、そうかそうか、それは無理だろうっていう、まあ実際無理だったっていうのもあって、まあその鬼滅のねやつも使っておりますので、ぜひあのツイッターで DM とかで、はい、あの商品は見てもらう、見ることもできるし買うこともできるのでよろしくお願いいたしま す, お願いします。こちらが室井先生、室井正音先生の、教職人種、読んだことないでしょ。ないです。これね、あ、一巻持って帰っていいよ、今度持ってきて、ね、あ、本当ですか。うん、これ結構続き気になるよ。竹書房コミックガンマウェブマガジンで、連載中、今4巻が出ております。7月に5巻発売予定、もうすぐ5巻、それが4巻、これが4巻、そう。でなんで3巻がないのかというと俺ん家にある。あ、持って帰ってる。全部読むために持って帰って3巻は俺ん家にある。やっぱりクラッチにもなんかある気がしますね。あ、本当、まあ、クラッチにも室井先生遊びに来てくれてるからね、はい、はい。で電子版も発売中、まあ今ね、そうだよね、結構俺んちなんかさ 5.5 畳しかないからさ、はい、そうなんですか。俺んち 5.5 畳しかないよ。5.5 畳しかないのに家賃10万するから、はい、それはいいとこなんですかね。どうなんだろう。場所がいいのか。デザイナーズマンションなのよ。なるほど。そうそうそう。でなんか独立洗面台とかすごいこだわったの、はい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 、借りるのに。もちろんその風呂トイレ別みたいな。風呂トイレ別、まあ、はい、独立洗面台ってことは風呂トイレ別ってことなんだけど、風呂トイレも別で、はい、で、なんだろう、もうね、その使ったことないけど、天井に Bluetooth ついてるの、はい、スピーカーがついてるの、え、なんかそういうこういろいろおしゃれなやつを選ぶ、あとあのゴミ捨てを24時間いつでも、あ、その燃えるゴミはいつとかじゃなくて、そうそう、マンションについてる、はい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 、あのゴミ捨てられるのにこだわって、あ、で将来的には多分車を持ちたいなと思ってたから車庫もあるところで借りて、はい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 、なるほどなるほど。でだからマンションの下にこう立体駐車場になった。ああ、なるほど、そういうことなんですね。そうなんです、だから高いんです。でも 5.5 畳しかない。うわ、難しいですねそれ。そうな、どっちを選ぶか、どっちを選ぶ。でもうベッドも、はい、あの、あ、ついてんごめん、はい、あのベッドもセミダブルをもう買ったのね、はい、ちょっと広めにゆったり入れないじゃない、まあ、プロレスラーですからね、それはもうシングルでは、そうそうそう、でセミダブルのベッド買ったら、はい、もうほんとこのぐらいの距離しかないよね。じゃあもう 5.5 畳のセミダブル、そうそう、そうか、だからベッド、はい、ベッド、テーブル、はい、テレビだよね。でもう終わりだよね。他に置いてるもんない。じゃあ、あとタンスだけだ。この部屋とあんま変わんないじゃん。この部屋と変わんない。あんま変わんない。これよりちょい広いぐらい。はい。あ、下村大輝選手、勇選手は嬉しいっていうのが。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントが届いたみたいで。ズバババサラもね、なんかだんだん人気コンテンツになりつつあるの。したいですけどね。もうでも1年ぐらいですか？そんな経ってないでしたっけ？あれ？いつだろう？いつから？でも、鳥越あずりを始まったのってどれぐらいですか？ 1 年10ヶ月10月。あ、じゃあ10月で1年なんだ。あ、意外とまだそれぐらいだったんですね。あ、もっとなんかやってるかと思いました。あれ、最近シークレットベース始めましたよね。シークレットベースは僕らの前でしたっけ？月曜6時なんですよね。だから俺今日清水元次に会えると思う、楽しみにしてきたのに、じゃあいないんだよ。隔週ですか？月1、第1月曜日なんだよ。働けよな、毎週やれよ、働けよ。俺シークレットベース出たことないからさ、出してって、はいはい、はい、いつも言ってんだけどさ、はい、あの1回も出してくれない、意外と出てないんですよ。なんか出てそうですよ、伊佐美さん、出してくれないの、厳しいのよ。だから月曜日は、はい、だからそのシークレットベースが6時からあって、はい、7時からバサラがあって、8時からアクトレスがあるんですよ。結構そう、プロレス3本立て、確かに、特に第1は、月の第1は、うん、そうなんですよ。
で質問ちょっと答えていきますか。そうですね。いや二人だと楽だわ。やっぱこの間も岡田呼んだんだけどさ。はいはいはい。楽だわ。一人でよくやってますねいつも。あの一回、はい、あのまだその今スタッフさんたち今、うんうんうん、ちょっと新しい最近に入っていただいたスタッフさんなんだけど、はい、あの前のスタッフさんの時に、うん、俺30分経過してくらいの時に、はい、積んだって言ったことがある。もう喋ることなくなった。何にもなくなった。あ積んだ俺今って本当になくなった。何にも出てこなくなって。今時積んだって聞かないですけどね。もうそうだね。そうだね。あのもう本当に積んだと思ってた。じゃあ答えていきますか。はい、それ室井先生からですね。うん、はい。二人は人から言われたら忘れない言葉ありますか。自分は遠い昔手塚賞で佳作を取った。すげえな。すごい。佳作を取った時審査員だった松本零士先生に総評でこの作品は票が割れました、僕は好きだけどねと言われたことは一生忘れません。なるほどね。すごいことじゃないですか。だからあれでしょ、あの M1 のなんだっけ、あの人マジカルラブリーでしょと同じ現象だよね。まあ、そういうことですよね。あれは漫才なのかみたいな話でしょ。うん、忘れられないわ。何ですかね、何だろう。あでもあれですかね、1年ぐらい前なんですけど、うん、その時期ちょっと歯医者に通ってたんですよ。うんで、まあ3ヶ月ぐらいですかね、通ってた時に、うん、こう歯科助手の綺麗な先生に言われたんですよ。はい、下村さんはもういつも違うスニーカー履いてますね、はいはいはい、すごいおしゃれですねって言われて、うん、それがすごい残ってますね、自分の中で。歯科助手、歯科助手の綺麗な先生、若い女性の先生じゃないのかな。先生じゃないね、歯科助手だから。綺麗な女の人に言われてそれが嬉しかったですね、やっぱり。あそれしかないんですよ。でも多分大輝が思う、はい、綺麗な女性は多分俺が思う綺麗な女性なんだろうね。似てますもんね。そうなんだよ、タイプ近いんですよ。タイプが似てるんだよね、はい、いつも芸能人とか見ながら、はいはいはい、まあ、さっきも控え室ずっとその話したんだけど、はいはいはい、この人可愛くないとかお互い言い合って、俺こんな人発見したんだけどみたいな、はいはい、今さっきもそうでしたね。今さっきも まさに、うん、まあ、その話はまだ後ですよ、はい、としてもうやっぱ好きだね。いやそうなんですよね、まあ、しょうがないよね。だってあなた何歳だっけ、23歳なんで。23歳、もうしょうがない。青春真っ盛り。その方多分20後半ぐらいだったんですかね、多分。ちょっと上ぐらいの。ちょっとお姉さんね。でも20後半はダメだよ。あそうなんですか。20後半はダメです。それどういった意味でダメなんですか。25から、はい、30までは、はい、あのワンピースでいうところの、はい、あのレッドライン。分かりやすいっすね。ワンピース好きとしては分かりやすい。そこには行っちゃいけないんですよ。そうか。それこ女性は30を超えると、はい、僕完全に個人的なあれなんで、はい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 、あの世間の決まりだとは思わないでください、はい、欲しいんですけど、まあ、伊佐美さんの中の私の中での25から30っていうのは、はい、女性はもうやっぱり一番結婚したい年齢、なるほどなるほど、適齢期なんですよ。なるほど。で30超えるとね、ちょっと開き直るんです。あ落ち着いちゃうぐらいの感じ。落ち着くとか何ならちょっと面白くなる。あなるほど。人として、はい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 、はい、会話とかも。だからそうだから私がはあのその歯科助手の方はおすすめしない、はい、いやでも綺麗だったんですよ。めちゃめちゃ。それ何年前だっけ。1年ぐらい前ですか、ね、あ1年前か。でもしかしたらもう30超えてるかもしれないけど、まあ可能性ありますね。今マスクもしてるじゃないですか全員。はいはいはい、はい、より皆さん綺麗に見える。俺さマスクをすることによって、はい、一目惚れってなくなるだろうって思っちゃう。はい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 、逆だね。いやここ増えますよね。変えてる、はい、隠されてるから一目惚れ増えるね。いやなんか電車とかもそうじゃないですか。電車とかもそう、めっちゃ綺麗な人いるみたいな。そうそうそう、口元分かんないけどね、はい、それがやっぱいいですね。ま、そのコロナ禍のメリットそこじゃないですか。いやメリットではないけどな別に全然。俺何かな一生忘れない。一回、はい、昔 DDT にいたんですけど、うん、その時ドロップキックの店長をやってる頃に、はい、あ違うな、あいやでも店長じゃないと思うな、に誰だったエルジェネリコって覚えてる、はい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 、エルジェネリコっていう選手がバサじゃないユニオンに来てて、うん、とタイトルマッチして、はい、取ったのかな、うん、でその時まあ、一回俺が取られて取り返したみたいな感じだったんだけど、でその時にあの店オープン準備をしたの、はい、店のだから、まあ、5時頃にオープン準備したら
フラッと浦野さんが店に来て、はい、で特にイベントでもなくて珍しいですね。珍しい。でどうしたんですかっていう話したら、はい、いやあの試合を見て面白すぎて、はい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 、それをちゃんと勇に伝えなきゃと思って来たって、でお客さんの前だと恥ずかしいから、はいはいはい、オープンする前にオープンする前に来てあの褒めて帰って、オープンする前にそれはいい話ですね。いや嬉しかったね。うん、あとやっぱそのなんか浦野さんっていうのは結構特別な先輩でもあるから、はい、やっぱその人に褒められるっていうのはやっぱね、やっぱ嬉しいね。浦野さんに言われると嬉しいですよね。なんか、うん、なんかやっぱいるじゃない自分の中にもさ、はい、特別な人って。そうですね、うん、だその特別な人にやっぱ褒められるってうん、いいよね。なんか僕の話がちょっとあれでした。勇さんがそんないい話するとは思わなかったから。大丈夫ですよ。ちょっと失敗したかもしれない。失敗しない失敗しない。なんだっけ、鹿女子に、はい、あのスイカを褒められてすごい嬉しかった。鹿女子に試合いいねって褒められた話だったらよかったね、はい、よかったですね。そんなことねえだろ別に。昨日に引き続きお疲れ様です。タイトルマッチの時は含めてご自身の試合のセコンドに誰がいてくれた方が安心しますか。これ俺から言っていい、はい、もうねもう断固として関根。いや僕も思いました。関根、絶対関根さん、関根だよね。絶対にそうです、うん、もう本当に関根。関根さんやっぱすごいですよ。言葉数もめっちゃ多いですよね。言葉数も多いし、あと的確、はい、ちゃんとしてる。あとこれ昔なんだけど、はい、今もうユニット違うし、あのそんなに一緒にいるわけでもないからあれだけど、中津だね。ああ確かに。両国でなんかあの原島さんのタイトルマッチした時に、はい、関根と中津がセコンドついてくれたんだけど、もう本当に心強かった。私中津さんも的確ですからね、うん、あの二人いなかったらあの試合できなかったかもしれない。あまあ結果負けちゃったんだけど、でもそれでもやっぱ本当二人にありがとうと思えた、ね。うん、確かにセコンドってすごい重要ですよね。皆さんが思ってる以上にセコンドって重要。うん、だからケンさんとか昔、はい、大岡ケンさんとかがセコンドついてるけど、あの人頑張れとか根性論しか言わないから、根性論を今言われてもいや頑張るけどってそれは分かってる。それは頑張るんだよ。頑張ってますからね。そうだから、なんか今頑張ってんだよってそう思いながらやってるからね。でもまあそういうタイプもありがたいですけどね。そうそれだけでもね。うん、だからやっぱその結局のところ、うん、その今ほらこのコロナ禍でちょっと声援もね、 今一応緊急事態宣言中はやめてるんだけど、うん、だからそれもない今やっぱりセコンドの声は大事だよね。それこそ浦野さんとか大きいから。浦野さんは、ね、そうですね、味方にいたらすごいでしょうね。だから相手にいるじゃんよく、うん、バサラの場合は、はい、だから嫌だなと思う。嫌ですよね、うん、すごい敵だとすごい嫌ですよね。そうでなんかさ、あれ狙ってるよあれ狙ってるよみたいなこと言うじゃん、はい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 、それ狙ってんだよ。そうなんですよ。それ狙ってんだよ。なんで分かるんだと思います。言うなよと思う。下村選手に質問です。はい、はい、野球大好き野球大好き、はいはい、もし1日だけプロ野球選手かっこメジャー含むになれるとしたら誰になりたいですか。ちなみに私は大谷選手かダルビッシュ選手で悩みます。なるほど。これはでもあれなんですよね、多分野球好きな人だったら、うん、もう多分なんですけど、今はもう全員大谷翔平だと思うんですよ。あ、打てて、もう打てて投げれて、はいはい、しかもどっちも超一流、はいはい、なりたいですね。やっぱ大谷翔平、大谷翔平ですね。なりたいな。あと背がすごい高いんですよ。193ぐらいあるんですよ。そんな高いのあの人。そうなんです。知らなかった。じゃ一回その野球全然見ないからね、その193の景色を見てみたいですね。どういう身長は低いもんね。僕ちっちゃいので、うん、やっぱでかい人の目線を知りたいですね、うん、1回ぐらいは。ツイッターにコメントめっちゃ来るな。アズーリの方でね、どうそれ。これ面白いから喋ろう。浦野選手に WMF 出てる時にニット帽子取られてんだけ捨てられました。悪いなぁ。そういう浦野さんもいるんですね。いるんだね。そうか。あとね、なんだっけな、WMF の時だと思うんだけど、はい、あの浦野さんがいつもね、なんかね、電水するのよ、はい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 、試合の時に、はい、なんかね、あんな浦野さんは見たくなかったぐらいのね、はい、もうなんかね、すごかったよ。へえ。
あとで浦野さんに LINE しよう。もう一個は下村選手に質問ですね、はい、昨日千葉大会で風戸選手と対戦した際にひたすらやりにくいとおっしゃってましたが、前にあったひろしさんとの対戦の時も同じようなことを言ってたような気がします。アジカンのあのお二方はある意味苦手ですか。これはあれですね、でもひろしさんよりも風戸さんの方がやりにくくないですか。伊佐美さんにも聞きたいんですけど、俺はアジカンは全員苦手。だからあのアジカンと、我々タッグを、はい、のベルトを持ってるんですけど、アジカンとの試合がまあまあやっぱ ね、 そうですね、鬼門だったね。確かに全員俺全員苦手ですよね。全員やばい、まあ、久保さんはまともだけど、そうそうそう、でもやっぱ上手い、バサの母ね、はい、それ以外の3人もやっぱもうおかしすぎるし、ぶっ飛んでんだよ。ぶっ飛んでますよね、うん、やりにくかったな昨日は。本当に昨日控え室で風磨が、はい、ここになんかすっごい大きい傷ができて、眉間のところに、はい、でどうしたのそれみたいな話したら、槍ヶ岳で転んだかなんか、縫えよって、縫うレベルの傷を、結構な傷でしたよね、うん、あれ。俺ね、槍ヶ岳ってそれこそ、はい、まあ、登山とかしないでしょ、はい、俺子供の頃に親父にあのすごい登山連れてかれてたけど、はい、で俺小学生で槍ヶ岳登ってるんだけど、これね、あの槍ヶ岳を本当に知ってる人からすると、はい、小学生で登ったのはすごいのよ。そんなにすごい山なんですか。いや、まあ、もう本当に槍ヶ岳っていうぐらいだけあって、はい、こうてっぺんまで行くのにもうチェーンを使いながらずっと行くの、はい、そういうやつなんですか。なんか、はい、あのよく見るじゃない、腰にこうつけてこう上がっていくのは見るじゃない、はいはいはい、あれじゃないの、はい、ただあの山にチェーンがついてるだろ、はい、だから手離したら落っこちる。あ、もうそれ死ぬぐらいのやつ。全然死ぬ、全然死ぬ、余裕で死ぬ。よくあそこに連れてったなと思って。小学生で やったんですか、これを。やったやった、もうこうやって上がってって。いや、すごかったよ、本当に。やり方だけはやばい。じゃあ、風磨さんもあんな怪我するぐらいの、わかるんですよ、それは。そう、で、確かやり方だけの頂上だったと思うんだけど、ものすごい狭いんだよね、確か。そう、もし時間があったら、やり方だけ頂上でググっといてもらって。画像出てきたら嬉しいな。下村さん、伊佐美さん、お疲れ様です。月曜日行きました。お二人は月曜日好きですか。なるほど。でもどうですかね、プロレスラーになってからは特に好きも嫌いもないかもしれないですね。そうだね。もうなんか曜日感覚みたいなのが土日ぐらいにしかないよね。そうですね、平日とかもよく分かんないんですよね、今がいつとか。あ、出た、やり方だけ。これ頂上ですか。これ頂上、これ頂上、ちょっと引きの絵だと思うんだけどね。いや、やり方だけの頂上って、まあ、めちゃくちゃ狭かったと思う。月曜日、月曜日、まあ、昔サザエさんの歌あったの知ってる、カモン達夫だって。いや、わかんないですかね。サザエさん見てると、はい、ちょびり憂鬱、日曜日もおしまい、明日は仕事やって。なるほど、まあ、だから普段ね、普通のサラリーマンの方々は月曜日からお仕事なので、これですかね、頂上写真かな。おろ、ああ、でもこれも違う、ちょっとなんか、写真だと難しい、ね、難しいな。でもほんとね、はい、多分そんな俺んちより狭いと思う。えぐらい頂上狭かったはず。 ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、はい。そん、じゃあもう 5.5 畳いるもの。まあそれより広いかな。でも俺の子供だったけど、はい、相当狭く感じたけどね。家賃高って感じ。これ今日はあれなんですよね、ワンピースクイズなんですよね。下村さんがワンピースが好きなんで、いけます。お、またもうちょい、もうちょい、もうちょい、半頃でいきましょうかね。もうちょっと半頃に、半頃に行きます。普段はドラゴンボールクイズですもんね。普段ドラゴンボールクイズ、もう難しくて3問中1問クリアできればいい方だ、はい、もうそのレベルなんですか。そのレベル。伊佐美さんもだいぶ詳しいじゃないですか。だいぶ詳しいけど、もうだからスーパーとかあんま見てないんだよね。あ、がっちり。そっち、そうか。そうで、あともうなんだろう、違う軸で GT があったりするから、はいはいはい、GT 見たけど覚えてないんだよな、あんまり。 GT はね、あの優しかった僕が結構残酷なんだよ。そんなんでしたっけ。うん、あの
17号が、はい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 、過去の17号と未来の17号と合体してスーパー17号になる話を覚えてる？全然覚えてない。なんかそんなんがあるんだけど、スーパー17号はあの、はい、にまたクリリンが殺されるんだけど、うーん、4回目の死亡。めっちゃ死にますよね、クリリン。クリリン4回目の死亡なの、GT で。そんな死んだんだ。18号が起こって戦うみたいな、すごいいいやつがあるんだけど、で、それの最後、やっぱ17号って人造人間だから、腹とか撃ち抜かれて無敵なのよ。で、ボーンって撃ち抜いた後に、あのそこの抜け腹が空洞になってるところに向かってカメハメハ撃ち続けるっていう悟空が、まあ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 えぐかったよ。そんなん Z とかではないですもんね。 Z とか絶対ない、あんな優しい悟空が。なんかね、それ以外にも、はい、なんだっけな、あいつの名前忘れたな。 GT 結構な、あのね、帰省するやつ、帰省するやつ、ベビーだ、ベビー、ベビー、はいはいはい、ベジータベビーとかみたいな、はいはい、あのちょっと声が変なやつですね。そうそうそう、ベビー、ベビーも最後、うん、ベジータから抜け出して、はい、あの宇宙に逃げようとしてるところで、はいはいはい、悟空がカメハメハ撃って太陽に打ちつけて燃やすっていう、はい、そんなんでしたっけ。要はその発想すげえなっていう、なんか変わっちゃうんですね。いやだ、あれ鳥山明先生全然関係ないから。まあそうですよね。そうなんですよ。ちょっともう一回見たくなりますね、そう。 GT 結構えぐいからね。大人になってみるとまた違うよ。子供だったら、子供、俺もそんなに、まあ、大きかったけど、はい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 、残酷だとは思ってなかったけど、改めて見てもらったらすげえ残酷だな、俺と思って。確かに。俺だってさ、フリーザも結局殺さなかったじゃない、僕は、はい。なのに余裕でもうバンバン敵倒していくから。鳥山明にはない考えでしょうね、それは多分。鳥山明にはない。僕は優しい人だからね。あ、山に登ってその後帰るのって、あ、そう、これあれですね、なんだっけ、槍ヶ岳の話、ね、槍ヶ岳、まあ、槍ヶ岳に限らずね、下山って結構怖いな。あ、足取られるし。確かに、下る方が辛いですよね、多分。あ、足で思い出した、はい、昨日、マシモケンゴと試合して、はい、で、足攻められてた。ずっとやられてましたね、足ずっと攻められてたね、はい、もう、膝から下がもう痛すぎて、うん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 、いよいよ階段の上り下りするようになってきた。もう右膝は、右の足首は、はい、多分結構前に折れてるのよ。もう多分折れてる。ずっと言ってましたもんね、うん、多分ヒビだと思うんだよ、はい、で、これは覚えてて、大日本で、はい、上谷秀吉選手と試合した時に、はい、ラダーにボディースラムされた。キャタツ、はい、ラダーにボディースラムされた時に、うん、足首がそのままラダーのところにゴキッて、はい、こうフラットじゃないじゃない、はいはいはい、もうなんつうの、デコボコしてるから、はい、そこになった時にゴキッてあって、はい、これ絶対いったなと思って、はいはい、で前もそれで1回ヒビ入ったことあったから、うーん、もう分かるんです、痛さで、うん、これ絶対そうだ、はいはい、でこう病院行ったらまたギブスとかされるから、また無視しようと思って行かなかったけど、これもこっちもその左足も昨日の左足も、はいはい、多分病院行ったらまたなんかされるから行かないんだけど、だ俺ダブルニードロップが得意技じゃない、はいはい、普段は正座もできないからね。あんな空中で正座してるのに。空中で正座してるのに。だって道場で練習してる時に、はい、座って礼ができないからね、まず。確かに、なんかお姉さんさえみたいな。お姉さんさえ、こういうところに立って。すいません、これで、すいません、つって。いや、もう、ダメだね。もう、俺の足はもうダメだ、これ。レスラー、病院嫌いですよね。嫌いだね。でなんか、あれですよ、痛いけど、行ってもどうせ固定とかって言われるじゃないですか。そう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 、安静とか、あと痛み止めとか。うん、もうだったら行かなくていいやってなるんですよね。うん、痛み止めなんかもうロキソニン売ってるからね。いや、もういっぱい持ってるじゃん、と。そう、いっぱい。そう、貯蓄がいっぱいあるんだよね。みんなキャリーとか入ってますもんね。うん。そう、誰かに聞きゃ持ってる。忘れた時は。確かに。いやーもう、そうですね。あ、トーナメント表を出してもらう。今ね、バサラではいただきトーナメントっていうのをやってまして。はい。はい。これね、見てわかる通り、うん、見事に我々こう、あ、見てわからないですね。あ、まだこれはあれですね。そうですね、はい、6月5日の結果はじゃあ教えますと、
まず、ね、今横にいる下村大輝選手は藤田美濃選手に負け、はい、うん、浦野さんはやっぱ持ってるね。いや、やっぱそういうところなんでしょうね、うん、持ってるね。で、阿部野村の両名が、うん、時間切れ引き分けになってしまったため、浦野さんはもう自動的に、うん、準決勝まで進出しまして、で夜の大会、6月5日の夜の大会で、うん、広瀬佐賀と、うん、これ佐賀とが勝ちまして、うん、すごいいい試合だった。あとこんだけ柔道を表に出す広瀬は珍しいと言われて、すごい普段出さないですもんね、うん、出さない。でもうそれで佐賀でもそれでも佐賀とが勝ちまして、うん、佐賀とが準決勝進出、はい、で風磨と私で、うん、まあ、私も負けまして、はい、王子大会2人とも負けてるじゃない。負けましたね。昼に大輝が負けて、はい、夜に俺が負けてるじゃない負けて風磨選手が、はい、準決勝進出、うん、ということで6月29日新木場大会は、藤田実選手対安浦野選手、うん、佐賀戸選手対風磨選手ということになっております、はい、よろしくお願いします。はい、唯一民族から実さんが、あ、そうだね、残りましたもんね。残ったね、はい。1回戦はみんな調子良かったんだけどね。みんな勝ちましたもんね。1回戦はそう3人、まあ、関根はお休みしてるからあれだけど、はい、民族3人とも勝って調子いいななんて思ってたら、藤田さん以外全員負けた。2回戦でコロッと負けましたねそんなに都合よくはいかなかった、ね、やっぱ決勝で戦いたいみたいな試合、あの決勝で試合したいみたいな話をしてたんだけどね、はい、その全然手前で終わっちゃいましたね。2回戦敗退ですからね。はい、ということで、あ、そう、俺、うん、ずっと試合なくてさ、はい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 、俺多分2週間ぐらい試合ないんだよね。そんなことあります今まで。いや、ないと思う。2週間後に、はい、ちょうど月曜に大日本プロレスの後楽園があるんだけど、はい、多分そこまでない。試合2週間、うん、だからなんかみっちり、はい、練習できるの。怪我直した方がいいんじゃないですかねどうなんですかね。いや、でもそうだね今こそ病院行く時かもしれない。そうなんですよ、うん、絶対そうだと思うんですけどいや、行かない。まあ、行かないんでしょうね。病院は行ったら負けだと思ってるから、うん、保険使わない高額医療しか使わない。もう行く時は手術俺が病院行く時はもう手術だから。で、はい、お、ツイッターのコメントありがとうございます。質問の、うん、そろそろワンピースいけます。お、ワンピースでいこう。ツイッターのコメント、同じ和田さん。うん。GG で思い出しましたが、ライジに渡辺シュートがオープン。え、だんだん心惹かれてくるのか。GT といえばだんだん心惹かれてくるね。ああ。2人はゼストで試合とかどうですか。ゼスト、僕はもうそういう経験がないので全くあれですけど、はい、セミさんもともとそっち側の、そっち側だ ね今もまあちょこちょこ練習には行ってるけどね、グラップリングとかだけ、あのちょっとキックとかも教わったりしてる。うん、でも渡辺シュートってすごい、親がシュート大好きだったんだろうね。もう絶対そういうことですよね。絶対そうだよね。それでちゃんとライジンまで行くまで強くなるってすごいよね。確かに。ゼストで試合はちょっと怖いけど、まあ一回やってみたいけどね。ちょっと怖いけどね。はい、というところで、じゃあ、作っていただいたワンピースクイズ、多分全何問ですか。3問。あ、ここまで作ってくれたんだ。すっげえ。こんな短い時間で。短い時間で。30分前に頼んだ。イーストブルー編。うわ、ほら、めっちゃむずい。いや、わからん、こんなの。ほら、めっちゃむずいやん。ウソップの誕生日は何月何日？でも、あれなんですよね。ワンピースの誕生日って結構、その人の名前とかもじってるんですよ。はい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 、はい。なるほど。そっから、そっからヒントを得るってことね。はい、例えばサボだったら僕分かるんですよ。おサボは確か3月10日なんですよ。サなんか棒で10みたいな感じだった気がするんですよ。急にアクリル板来た今日そういう日だな。今日そういう日です、ね、今日そういう日なんです。ウソ
疲れてんだね。だけどスタッフさんも疲れてるね。月曜日、ま、月曜日ですけど、やっぱ月曜日嫌いなんだよみんな。はい、あもういっぱい来る。はい、ウソップの誕生日か、はい、急にアクリル板設置される。トレールなんて。あーおもろいな。なんですかね、あれですかね、花だから。なるほど、8月7日、8月7日説。あーでもうまい。なんかでももしくは、はい、嘘つきみたいな、はい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 、嘘でも花はいい、なんかいい感じしてる気がするんですよね、うん、じゃあ8月7日でいきましょうか。はい、お願いします。全然違う。なるほら、嘘の方だった。嘘の方だった。そっちか。でもやっぱそういうことなんですよね。ああ、そういう感じなんだよな。今言い切ればよかったわ。エイプリルフールだって。そうか。これはでもいい問題ですね。これはいい問題だな。絶妙なとこつきますね。ああ、いい問題だった。ちゃんと考えれば分かれてたからね。確かにそうですね。うん、なるほどな。うわ、うまいな、作るの。いや、そうなのよ。すごいな。あの人16歳ですごく技術を覚えてる。将来多分、クイズ作る作家さんになると思う。なってほしいですね、もう。もはや、うん、すごいのよ、16歳でこれをやってるんだ。すごいわ。なるほどな、そっち嘘側でしたね。もう俺16歳の時は何したっけ覚えればいいやん。何年前ですか、伊沢さん。俺16歳は、だから24年前か。あ、それは覚えてないよ。覚えてないよ、24年前。なんだろうね、どの辺が一番楽しかった人生の。高校は行ってるんだっけ。高校は行ってます。高校行きながら草プロした。そうですね、高1ぐらいで草プロして、うん、高3の夏に DDT に練習生で入ってます。ああ、なるほど。でもその練習生で入った時は楽しい時期ではないですね、やっぱりしんどかった思いが。ああ、まあ確かにそれはもうしょうがない。いや、いつなんですかね。でも本当バサラ入ったぐらいかもしれないですね、楽しい時って。ああ、だから結構あれだったもんね、そのデビューは早かったけど、はい、結構苦労したもんね。そうですね、うん、そんなにめちゃめちゃ楽しいっていう感じではなかったですね。プロレスがまだ楽しいっていう感覚でなかったもん、ね、そうですね。で多分バサラ入った2018年ぐらい、20歳ぐらいの時ですかね、そのぐらいはもう楽しかったですね、やっぱり。あ、なんかそれこそちょっと慣れてきたというか、プロレスにも、はいはいはい、ですかね。久美さんはいつぐらいですか。俺はいつかな。でもまたなんか、そのそういう答えはずるいですよ的な感じになるけど、はいはいはい、もう今だね。ずるいですね。でも今だよね、今が一番楽しいよ本当。でもまあそうっすよね、なんか結局楽しいっすよね。いやいや、コロナ禍だし、そのもう会社もね、収容人数も半分になって厳しいけど、はい、でもそれでもやっぱり、なんか自分の団体があってやれてるっていうのはなんかありがたいことだなと思うよ本当に。ちょっとなんかずるいコメントじゃないですか今の。ちょっとひねってくるのかなと思ったけど。いやひねらないよ、だって本当に今だもん、今が一番楽しいもん。こんなお酒も飲み行けない無視ですけど。そうね、うん、まあね、あ、これもうワンピースクイズが3問あるので、はい、2問目に行ってみます。そうです、これ3問中1問は正解しないと、もう何かしらの罰ゲームちょっとまずいですね、はい、うわー、でも1問目がな。検証安いよね、56。安い、あ、これはありがたい。うわ、めっちゃいいとこついてるわ。でもアルビダは50、あと800万ビリぐらいだけど、多分56にも殺したいと思うんだよ。そうですね。黒帯って誰？あ、キャラ画像みたい。キャラ画像。俺ヒグマだと思うんだけどな。はい、アルビダ、はいはいはい、ね、ヒグマ。ヒグマ。あ、こいつか。うわー。こいつ誰よ。あの、アーロン一味ですよ。あー。いや、だったら絶対違いますよ。いや、アーロン1秒やったらもっと高いよ。でもアーロン、いや、アーロン最初の方だもんな。アーロン2000万ぐらいです、確か。ああ、そんな高くないんだ。うわー、でも自分もヒグマな気がするんですよね。アルビダ
アルビダではないと思う。違うよな、アルビダってなんかそんなんじゃないですよね。殺害はしない気がするんだよね、はい、でヒグマは本当に悪いやつだった気がするから、うん、そうなんですよ、うん、黒帯は多分そんなに黒帯かヒグマの二択よ。うーん、 B ですね。でも B、 はい、俺も B だと思う。お願いします、うん、答えを。おお、当たった当たった。おお、だって殺害してるが本当に悪いやつだ、はい、ワンピースもまあまあ殺さないから、ね、殺害あんまないですからね。ないね、ない。うん、よかった。あのドンってなって KO されたシーンばっかり、ね、はいはいはい、はい、うわ嬉しい、これ1個当たったね。でもいい問題ですね。 いい問題なの。だからあの人ゲームあのすごいクイズ作家になる。才能ありますよ、将来的にクイズ作家になる。二十歳ぐらいになったらもうすげえな。もう続けていくよ。じゃあもういっちゃいますか。いっちゃいますか。はい、うわ第3問お願いします。よし、いやいやいやこれはちょっとな。いや小田先生がバイトしてた店は。あ、いや出されてもだな。でもさ、うーん、例えばそっから、はい、そのワンピースにつながる何かがあるとするなら、はい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 、あと全部こう植物だね。そうですよね。バラ、ひまわり、はい、サボテン。でもそれこそさっき言ったサボとかこっから来てる可能性はどうですか。うーん、ないかな。でも そんな大事にされてなくない、サボって。まあ大事なキャラではあるけど、まあ、登場だいぶ遅いですからね、うん、50何巻とか。あとね、俺サボと、はい、もうクイズと関係ないけど、はいはい、サボとシャンクスは絶対なんかあると思ってる、ね、はいはいはい、声がねアムロとシャアなの。あー、なるほど、うん、だ絶対なんかある。あー、まあでも絶対絶対なんか、ね、なんかで絡むと思う、これは。で、ね、フランキーがね、はいはいはい、あいつあのダブルデータガンダムの人、受動ワーしたどこへ一緒の同じ子、同じ子やん。だからもうなんかその辺はね絡んでほしいね。まあでもシャンクスは絶対もう超重要人物ですよね。天井人説とかあるもんね。なんかありますよね、うん、そういうの。さあどうする。いやサボにするの。でこれそれか分けます。答え一緒じゃないくてもいいですか。でも何かしらの理由が欲しいもんね。だ理由なかったらこうクイズにならないと思うもんね。まあそうかそうか。バラ、いや関係、あ、分からない分からない。あ、でもバラも出てきてないし、ひまわりも別にない気がするな。でもサボテンは、でも逆に砂漠とかは結構出てくるよ。あ、そうですね。アラバスタとか、アラバスタぐらいか、はい。あ、でも、うん、俺もあ、でもレストランでしょ。ひまわり、え、待てよ、熊本の県の花とかありそうじゃない。あ、でも県か全然わかんないですもんね。でもそんな、なんだろう、熊本っぽい花。でもそんなこと言ったら絶対サボテンはないじゃん。あなたサボテンでしょ多分。僕はもうサボテンで行きたい、ね、俺。そしたらなんとなくだけど、はい、ひまわりな気がするんだよ。なるほど、熊本ちなんだもんか。そう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 、お願いし、え、全然違うよ。え、元気全然違う。かすりもしないじゃん。ひまわり全くなかった。ひまわり全くなかったじゃん。いや、僕は C のサボテンでいきます。じゃあひまわりにするわ。お願いします。もう勘だけどな、全然違う。笑えない。3択で2人で外すってすごいね。でもこれちょっと難しすぎますね。難しいね。ワンピース外な気がするでしょ、ちょっともはや、うん。でも絶対出てきてるんでしょうね、あの漫画のどっかには載ってるんだろうな。よくこんな問題を探し出すな。ワンピースクイズはめっちゃむずいわ。さっき言ってた人なんだっけ、あの控え室で、え、何でしたっけ、お姉ちゃんですか。お姉ちゃん、好みが一緒だからね、はい。まあ、だって一番好きなのはユキポヨなんですよ。ユキポヨ好きですね。が一番好きな、一番、はい、いや一番かどうかは分かんないけど、ユキポヨが。まあでもそうです、もうだいぶトップに近いです、ね、でも俺も好きで、はい、で、ユキポヨのあの
イメージビデオが、はいはいはい、FC2 動画に上がってて、はい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 、FC2 動画のアダルトサイトに上がってて、そこ有料会員しか見れなかった、はい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 、で払ったって金払って有料会員になったからなっちゃったっす見たくていやでもそれ見たい、見たいんだったらウェブで買えばよかったのに俺僕そうかそうなんでかそっちで金払っちゃったそっちで金払っちゃったんだよいやそうね、ゆきぽよは最近ちょっと髪の毛が黒いんですよ、うん、はいはいはい、ちょっとギャルを捨てた感じがあるんですよ。それはちょっと許せないですね僕はギャル好きとしてはギャル好きだもんね、はい、でも勇さんギャル好きではないです、そこまで違うんですよ、ね、いやいや結構ギャル好きよ、でも結構清楚系も好きじゃないですか勇さん、割と嫌いじゃないですよね、清楚例えばまあ黒髪系ですね、あゆきぽよ、えこれえ全然違うよ、全然え今これなの、え今これ今これなんですか、ちょっとこれは、もう違うな、もう好きではないわ、もう好きじゃないこれは、うん、そしたら我々金髪が好きだっただけなんじゃないですかあのね一概に違うとも言い切れないんだよね、さっきの人忘れちゃった名前あれです、岩橋岩橋なんだっけ、もう俺も忘れちゃったの、バカ2人がバカ2人があの顔しか見てないですからね確かにいやー見つけたんだけどな、はい、なんだっけ、岩橋咲さんですね、岩橋咲さんのファンに我々はなりました、なりました完全に、はい、であの何してる人かは分かりません、うん、全く分かんないけどもう顔だけ可愛いからで歌を出してるんですよね歌を出してるかもしれないけどそれも知りません、曲も聞いたことないし、曲も聞いたことないです岩橋咲さんの画像を出してもらってもいいですか、早っ、かわいい、わかわいい、いいいいいい、これでもこれみんなが好きな顔で、ね、そうみんなが好きなのよ、男はみんな好きですよ、ね、うん、でも俺橋本環奈は別にそんな好きじゃないんだよ、でもまあ僕も分かるんですよ、橋本環奈、まあ、もちろん可愛いと思いますけど、可愛いとは思うよね、だったら綺麗だと思う、こっちの方が好きです、そうですね、この人のファンに我々2人がなりましたという報告そういう日でしたね、そういう日でしたね、はい、あとレオルさんっていうあの REOL っていう方がいるんですけど、その人の金髪のツートンだよね、でもまあなんかそんな感じですね、ツートンの時も好きでしたっていうお話ですね、うん、今日序盤からその話しかしてないです、ね、そうだね、控え室でもずっと話したもんな、はい、30分ぐらいしょうもなかったな、しょうもなかったですねぜひね、レオルさんもすぐフォローしたからね、これあとあの夜遊びのボーカルの人も、あ、イクラちゃん、イクラちゃん、はいはいはい、はい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 、一回アップ、あ、いいですね、いいですね、いいですね、はい、なんか伊沢さんこういう時ありましたね、髪の毛あったね、こういうあったあった、うん、あ、今コメント来てます、はい、サンジのレストランがバラティエなのはバラテからってことですか、あ、ねえ、つながってるんだ、絶対そうじゃないですか、バラテ、バラテ、すげえ、じゃあ分かったんだから、あ、ちゃんと考えたらそうなんだ、悔しい、綺麗なオチがついたところですね、ああ、まあ、あと1分ぐらいですけど、はい、いい問題だったんだ、いい問題だったですね、まあ次回バサラは、はい、6月29日、はい、そして、まあ、ビッグマッチですね、うん、7月7日に、はい、新宿フェス大会がございますので、はい、ぜひ、お越しください、はい、で7月7日の方で、やっていただきたいと思います、決勝が行われます、はい、まあまあ、他団体だけど、我々としてやっぱり藤田さん、もうもちろんそうですね、そろそろ僕は2回戦で直接敗れて、なるほど、まあ、同じユニットだし、うん、勝ってほしいですね、そうですね、だから、楽しみにしておいてください、はい、あと、まあ、そのコロナの関係で欠場していた、野村選手、佐藤選手、大日本プロレスの選手なんですけど、まあまあ2人とも濃厚接触者とかではないんですけれども、まあ、日本がお休みしている間、バサラも
お休みしていたんですが、まあこれからもまたオファーして、出てもらいたいと思いますので、こちらの方もお楽しみください。はい、さあそれでは、小高勇と下村大輝でした。お送りしました。ありがとうございました。